株式会社ダリアは愛知県名古屋市中区丸の内三丁目に本社を置く、主にヘアカラーなどを製造、販売するトイレタリーメーカーである。社名は創業時にヒットした製品ミスダリアポマードにちなむ。メナード化粧品の創業者でもある野の川大輔が1941年に独立、一般化粧品の製造販売を開始する。創業当時より、 藤山一郎、折原恵子らといった俳優、タレントをミスダリア・ポマード、ポードリアンといった自社製品の CM キャラクターに起用したことで徐々に知名度を上昇させていく。また当時の化粧品業界の宣伝パターンの多くはピアスのようにメイキャップなどでの映画への協賛、さらに映画俳優を CM に起用するといったものが多く、 同社もそれらに習って有名俳優、タレントを多数起用していったことで、これが現在に至るまで同社の特徴にもなっている。主な商品に家庭用パーマ用品、ベネゼル、ヘアカラーのサロンドプロやクレオディーテやパールティなどがある。1960年代から1970年代は化粧品、シャンプーが主力であったが、 1980年代後半から現在に至るまでヘアカラーが主力となっている。また1970年代にはアコちゃんオシャレセットやマリーちゃんといった現代では定着化傾向にある子供向け化粧品を販売したりもしており、他にも神経衰弱を取り入れた絵合わせゲームパネッコやオ風ロセット、ジャブンやリンゴちゃん、 透明空気ボール入りマスコット、ダリちゃんなどの子供向け製品を販売していたことがある。など現在サロンドプロクレオディーテパルティ過去ベネゼルパルティ。ありがとうございます。